真っ白に染まった妙高山の一方、平野部はやや雪不足。恒例の雪さらしは例年の会場から標高をおよそ800メートルの地域に移って実施されました。唐辛子は去年収穫し塩漬けしたもの。雪にさらすことでアクが抜けて味がまろやかになるといいます。外国人も興味深そうに見物していました。缶ずるを作る上でこの雪さらしっていうのは一番最初の仕込みの一つでもありまして、この時期は特にお鍋なんですけれども、お鍋に限らずですね、一年通していろんなものに使っていただければと思っております。今日雪にさらした唐辛子が缶ずるになるのはおよそ3年後です。